食べてて私なんかもうソーセージ5本ぐらい入れたんですけど、もう4本目ぐらいかも、なんか多いなそうそうそう、ほんと2食分ぐらいあったんじゃないか説あった。いや、スープとあとサラダも食べたんだけど、これサラダなくてよかったなって思うぐらいでも全然スープだったから食べれました。りんちゃんどうしたの？私りんちゃんとパワースポットに行く約束をした。その早寝は日付が変わる前ぐらいが早寝ですかね結構目標時間は少なめっていうか、そうなの？テロップ、ですよ。大西くん、高尾炭治郎さん、ポニ太郎さん、エフ渋谷さん、みつるんさん、ひーくん、藤田松さん、まいせんさん、ひでのひでさん、せいやんさん、めっちゃかわいい、ありがとう。あ、さっきもありがとう。可愛すぎて見れなかった。え本当にね、おー嬉しいです。そう、レスは自分って思うのが素敵です。そうそう、質問にね答えていきたいと思います。ありがとう。そうだね、今日はいっぱいサーヤ見れる。確かに。でも早起きしたらすごいスッキリするっていうのはすごいわかります。なんか朝は太陽も強くないから、なんかすごいいいですよね。ありがとう。いや、こちらこそ。確かに私が一番最後か、みくちゃは。みくちゃ配信、そういえば確かに私が最後だったかも。そう、シャキッとするよね。早起きは何時だろう。でも皆さんが配信見れるってなったらやっぱり7時ぐらいかなとか思ったりしますね。ね、いいよね。朝ごはんに食パン食べたりして、わ、いっぱいスイカと、なんだろうこれ、レモンなのかな、スイカとレモン。いや、今日は朝配信なかった。あ、高尾炭治郎さん、ありがとう炭治郎。サコンジの真似。あ、色違いのスイカ、あ、黄色いスイカ、あ、スイカも黄色あるんだ。あ、え、最初黄色だっけ、え、なんだか、こう成長するにつれて色が変わっていく、なんか野菜か
フルーツ ありましたよね。それだっけ、スイカだっけ。黄色いスイカだ、美味しいのかな。クモハさん、イケガピョンピョン、エフェ渋谷さん、サトルンさん、メガバイトさん、タテ様、ヒラ兄さん、イーナちゃん、レイクさん、ミヤミヤさん、セイちゃん、ありがとう。あ、大体のフルーツ全部そうか。アセイカの品種、あ、そっか。ピーマン熟すと赤くなる、そうなの。緑ってイメージあるけど赤になるんだ。ふむふむ、ありがとう。でもスイカってすごい甘いですよね。でも水分が多いんですよね、スイカは。私すごい好きだけど、めくちゃ初めてです。やり方わかるかな。台湾たくさんあるの、スイカ。私もスイカは赤しか食べたことない。よくおじいちゃん家で食べてた。あ、ウォーターメロンだからね。ウォーターメロンだから、うん。あ、そう、個人配信は初めてです。そう、一回4周年コンサートの時にね、めっちゃ配信したかな。あのみほりんとりこちゃんと2期生ではその3人で、あと先輩方と。あの時ね、昼公演の後で、昼公演の時にその昇格企画をしますってことが発表されて、なんか私その時泣いちゃってたから、なんか泣いてたけど、ちょっと高尾さん、なんかマリサさんに、高尾さんちょっと申し訳ないけど、この後ミクチャ配信あるからちょっとメイク直してみたいな、はいみたいな感じだった。そう結構そういう感じだった。その後インタビューもあったから、そのインタビューもとミクチャ配信があって、そう、ちょっと今インタビューがあってみたいな、先にミクチャ配信があるから先にインタビュー受けないといけないから、あのちょっと早めにメイク直してみたいな、はいみたいな。それ急に現実。でもなんかすごいそういう急激な時だったからか、そのインタビューの時もね、結構ね、自分の思ったことがスラスラと言えたんですよね、その時は。そうそうそう、なんかそれ思い出した今。だからそう、でもやっぱり配信ではこうね、元気な姿を見せないとと思ったから、うん、その時はもうね、振り切って頑張ってました。でも夜公演の最初の1曲目の瀬戸内の声で泣いてました。そうですね、そう、裏でそういうことがあった。そうそう、結局ね、そう、ミクチャ縦配信、そうだね、縦配信なんだってね。一曲目は瀬戸内の声だったんですよね。なんか瀬戸内のそのオーディエードゥーンってオーバーチュアが終わって、ドゥン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 ってな、
で始まるんですけど、その時にペンライトがすごい綺麗で、なんかそれやっぱり瀬戸内の声という曲がすごい染みて、1曲目だったんだけど、そう、ジーンと来ちゃいました。すごい綺麗だった。あのね、なんかすごい、あの船がセッ、そういう会場のセットがこう階段があって2階の方の、私端っこら辺だったんですけど、そうめっちゃね綺麗だったんですよ。やっぱり2階から見たっていうのもあるかもしれないけど、そうそう、自分は何を残せるんだろうっていう、うん、歌詞もあるから、ジーンと来ちゃいますね。すごい好き。いつもね、そうリハーサルとかでは何回もしてきたんだけど、やっぱ本番になったらで 見たらめっちゃ綺麗だったからびっくりしたの。それもあった。ですね。ということで100の質問、連続配信は590日ですね、今日で。早いな。お勇気で希望を与えてます、ありがとう。本当。やっぱお客さんいることだけでも全然ね、確かに熱気とか違うかもしれない。あ、ポイント貯めてきてありがとうね、ミクチャでた、ごめん、ポイントか。そうです、ついにもう90番、もうすぐ600日だね。うん。いつもカバンに持ち歩いているものはですね。なんだろう、リップとか。めっちゃポイントはなんか、なんだったっけな、やっぱりショールームとかと同じで、こう配信を視聴したらなんかポイントもらえたりするみたいです。あ、でもそういう、何、スマホとかメイク道具なしでだったらどうだったかな。お、さやの方が楽しみな、あ、初めて、おー、楽しみに、こんばんは。他のユーザーの配信見たり動画を見たりシェアしたり、なんだろう、カバンに持ち歩いているものですよね。ハンカチとかティッシュとか、あとはグミとか。グミとかガムとか、結構お菓子結構入ってるかもな。結構私ね、お腹空いちゃったらなんか食べたいから、あとなんかお口直しとかしたいから、ハンカチ。そうそうそう、ハンカチじゃないの。
夢？夢って何？トンカチ？あ、グミが大人気。そうなんだ。美味しいよね、やっぱグミってね。私最近久しぶりにピュレグミ食べたんだけど、めっちゃ美味しかった。なんか私ね、中学生の時かな、小学生の時かな、なんかフィルグミが大好きすぎて、なんかほぼ毎日食べてたんよほぼ毎日フィルグミ食べてた時期あった。もう美味しすぎて、好きすぎて。え、なんか、え、急になんかクーラー、なんか自動クリームモードみたいになってる気がする。フィルグミはなんかハートの形してて、でなんか酸っぱい、なんかなんだろう、なんて言うんだろう、あれ酸っぱいやつが甘酸っぱい感じなんかついてる。そう、ザラザラみたいな。ねえ、本当にもうこのクーラーのさ、この一回止まってさ、またさ、なんかさ、急にウィンってなるのが本当にね、私ね、苦手なんよ私本当にこの苦手、一回シーンってなってまたうーんってなるやつ。うほらほら、もう本当にやだ。もうそう、びっくりする。なんか準備しとかないかん、私は準備しとかな、もうすごい気になっちゃう。ほらもう本当に苦手、怖い。終わる時だけなんか音が違ったら分かるんだけど、うん、でもね、お、もう自動的になんかしてくれてるから嬉しいけど そう、くるんかみたいなぶたたくて止まるよって面白いですね。なんかテレビをぶたたいたらなんかつくよみたいな感じのちょっと気上がったよね何してるんだろう本当に。嬉しいトーン上がったの嬉しくて、うん、ね、叩いたらなんかついたみたいなあるよね。テレビによくカツ入れてました。カツやったんなんかそういうのあるよね。そう、自動クリームなんだよね。でもなんかリモコンの何か入れたら止まるよってあるかもしれないけど、そう、これがね、なんか夜中にね、毎日になってた時期があって、なんかもうどうしようと思ってたナンバの久人さん、水槽いっぱいありがとう。バー高尾炭治郎さん、ありがとう。スイカたくさん、まことさん、あれ、まことさん、くまはさん、つりけんさん、ありがとう。メガバイトさん、長くない？こんな長いっけ？こんなに長いのは初かもしれん。
私がなんか一回止まってもう一回なるのやめてって言い過ぎて、もしかしたらもう止まることやめたのかもしれん。終わりましたね。ごめん。私が真意をついたコメントをしたからもうやめたのかもしれない。怒ったんかな。私が、あーそういうことかいいみたいな感じで言ったけん。今止まったけん拗ねたんかもね。ちょっと更新します。よし、国彦さん、きちねさん、ろくおんさん、しんじさん、きちねさん、ほうさん、あーつーさん、南波のさとさん、ありがとう。水槽たくさん、恵比寿さん、ゆうさん、にゃんきちさん、ありがとうございます。金魚すくいだ。金魚鉢だ。なんか昨日なんかパンちゃんが MC 中の MC がね、あれ昨日だっけ、なんか宮島水族館の日っていうことがあって、自分がその水族館にいる魚になったら何の魚になりたいかみたいな、魚っていうかそうなりたい生き物何になりたいかっていうのをね考えたんだけど、おありがとう。そう私はね隠れクマノミになりたいって言ったんですよね。隠れクマノミって可愛いやん。可愛いしさ、なんか食べられそうになってもさ、イソギンチャクの中にさ入ってさ隠れれるしさ、いいよね。そうニモも可愛いし、ニモ可愛い。隠れクマノミ可愛いんよ。可愛いし、そう、その逃げる場所があるから、そういう生き物ってなかなかいないやん。私多分そう水族館行っても隠れクマノミ見たら可愛いなって思う。そう逃げる場所欲しい。やっぱ海って隠れ場所ないと思う。岩の影とかはあるかもしれないけど、岩の影にはタコがおりそう。あ、飼育大変なんだ。結構魚って大変そうだ。手首手首めっちゃ折れるよね。こんなに折れないね、タコは岩陰に隠れて急に現れて炭をかけてくるからね。
あ、逃げる時に炭を残すんだっけ。でもなんかすごい強かった気がする、タコは。そしたらファンちゃんが、私はフグになりたいって言ってて、フグ、フグって思ったら、フグを飼ってたらしい。で、朝起きたらフグ見て癒されてたんだって。フグってどんな顔してるんだっけなんかみたいな感じの顔してる煙幕。あ、そう、あ、タコというかで違うんやん。ひなさんがよくしてる真似のあのフグだ。それで、いや、もう一回しないよ。もう一回しないよ。いや、もうしないですよ。もうしないです。いろんなフグおる。イカも炭を出すんだよね。私いつもタコとイカを折ったら、炭かけられたらどうしようっていつも思っちゃう。されたこともないし、される予定もないけど、いつもどうしようって思っちゃう。もしかけられたら。どんな状況かもわからんけど。あ、待って、充電しとこう今のうちに。タコの炭美味しくないの？やだ。すごいよね、体内の中にその炭があるって。なんか生き物ってすごいなって思う。え、ミクちゃん2位に上がったの、すごい。ミホリンすごい、みんなすごい。まさかのミクチャ今2位みたいです。すごいよみんな。私もね、なんかミクチャってカラオケ歌える曲がめっちゃ多いらしい。やけん私もちょっと歌おうと思っていっぱい STN の曲歌おうと思って。多分みんな歌ってるかもしれないけど、私も歌う。進化したとあるんだ、すごーい、すごくない？ありがとね頑張れ。やったやった、歌いましょう。ゆかちゃんの芝さんもあるんかな、歌いたいね。ね、ずっと見てる方はもう何回目の何回目みたいな、ないかもしれないけどF
いつも歌えない曲、カラオケルームに行かないと歌えない曲とか、これを機に歌おう。本当だ、フグいる。そう、サヤン配信は今日とあと明後日の7時とか、あ違う、19時とかになったかな確か。高尾フグ次郎、ダンさん、ヘリさん、フリーダムさん、マイキさん、マコトさん、ニャン吉さん、エビスさん、ユウさん、ありがとう。そう、今日だけじゃなかった。何日まで、確か11日までだったかな、イベント自体は確か。わあ、あれそうだ、えそうだっけ、あれ、え11だっけ、あそうだよね、11日まで。ね、この感じでいけば確かに2日に1回くらいはありそうだけど、どうなんだろうな。そう、ミクチャイベントの詳細はね、そう、2期研究生みんなで TGC、 あの TGC のモーニングアクトに出られるっていう権利が、そう、そのミクチャのイベントの1位になったらそれを得られるということで、そうそう、もうすごいチャンスが舞い降りてきまして、もしそれに出られたら、なんか STU2 期生としても STU としても、なんかこう、また幅広い方に知ってもらう機会なんじゃないかと思って。そうなんですよ、もしかしたらね、もしかしたらその2期生曲の僕らの春夏秋冬とかも披露できたりとかあるかもしれないし、これは勝手に言ったんだけどでも出れたらすごいよねと思って。そうやっぱり、うん、そう、 TGC というイベントは本当に幅広い方に本当にしてもらえるし、あといろんなメディアの方にもこう取り上げてもらえるんじゃないかなと思って、ね、だからね、2期生全員ね、こう上げ上げでございます。なんか私は本当に全員でっていうのが嬉しいです。もしかしたらそれに出られて、また何かのイベントにね、またみたいな、とかまた違うイベントにぜひみたいなっていうことも、もしかしたらその道になるかもしれないから、ねえ、そうなんですよ。ありありのあり。まあでもそういうチャンスがあるだけでもすごいありがたいなって思います。でも確かそう、1位の方との差がすごいありましてね。どうなんだろうな。でもそのST の2期生のファンの方とかみんなでこう盛り上げていけば本当に夢ではないなとか思ったりします。結構無料で貯まれるポイントとかもあるみたいなので、私はまだね、わかんないんだけど、まだしたことないけん、
今日でちょっとつかめていけたらいいなと思います。あ、でもそう、最初4位だったのが今2位だから、この1日2日でだから、そうそうそう、今夏休み期間ですね。そうだね、みくちゃんの配信を通してまた、ST ってなんだみたいな、2期生ってなんだみたいな感じで知ってもらえてもいいなとか思ったり。あ、ほんと？岡山のジェラ祭りタイムテーブル出てるタイムテーブル出てるねって言ってる。 CM 視聴で10ポイント、そう、動画視聴と配信視聴と、あとなんだっけ、そう、40分イエイ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 、ありがとう情報。そうなんだ、お、盛り上がりましょうそう、今めくちゃ2位になってるんだって、嬉しいね。すごい流れが来てる、瀬戸内の、瀬戸内、瀬戸内海の瀬戸内の波の流れが来てる。あ、そうだ、あとなんか何、ツイッターのスタディしたら50ポイントもらえる。確かに私の汗大丈夫かなでも大丈夫、写真撮影とかないんだよねそれならばもう関係なしに、もうもう汗関係なしにもうに公式での写真は最後にあるかもしれないもう本当にもうね、汗かいたらもう前髪がなんかとんがっちゃって、全部全部とんがっちゃってなんか本当になんかあれだから、雨天中止なんだ。それはあれだね、晴れてほしい、それならば。中止とか嫌だもん。そうそうそう、前髪の攻撃力上がるよとんがってるから痛いよ。あ、ツイッター載せたら1つ50で、2つで100までもらえる、2つまでもらえる。あ、じゃあこれを2つまでしたら100ポイントもらえる。100ポイントか、36万ポイントもあと1位まで、36万割る100は何だ。でも他のアイドルさんとか見れるのめっちゃ嬉しい。見れないか、でもちょっとステージとか見れたらいいな、他のアイドルさんとか。台風来てるんだ、3600、ありがとう。じゃあもしかしたら3600人の方が一気に来てくださって、みんなが100ポイントぐらい上げたらもう1位なれるかも300人の方もいらっしゃるかな。うん、フィールネオさん知ってます。ね、見えてきた感じですね、本当に
すごい、ありがとう。みんな、なんかバトンをもらえてる感じがして嬉しいですね。バトンタッチというか、なんかみんなのバトンをこうやってつなげていってる感じが嬉しいな。なんかね、そう、ハッシュタグとかもなんか2期生みんなで決めて、今昇格への道が STU48 昇格への道っていうハッシュタグが公式でもあるんですけど、なんかそう STU48TGC への道みたいななんか作って、あ、もう27万ポイント差、すごい、どんどん来てる。これはすごいよ、ポイントが縮まってきてるってすごい嬉しい。お、登録ありがとうございます。すごいなね、最低300ポイントは投げれるね、もしこの4130人の方見てくれてるので、もしかしたら皆さんが来てくださったら、動画視聴、配信視聴、動画視聴、あとツイッターのとのなんだっけ連携、なんだろう、連携、あ、だから私もそう、配信もそろそろ終わります、ちょっと準備しないと。あ、シェアシェアシェアだ、そうね、そのシェアの仕方とか、確かにボタンどこだろう、ベレー帽のおじさん、ケンタロウさん、クニヒコさん、タカヒロさん、ロックオンさん、キツネさん、ナンバネシャトさん、暑いね、暑いね、ペンギンありがとう、ケンタロウさん、エフシビアさん、タカオフグジロウありがとう。じゃあちょっと団地を発表しようかな。右上押したら共有できたよって、右上らへん、右上の矢印みたいなのがシェアのマークです。じゃあ今日の1位、あ、2回目の配信1位は南蛮の久人さん、ありがとう。2位はフグーヤン、ありがとう。3位はお盾様、ありがとう。フグフグ。4位は F 渋谷さん、5位はセイヤンさん、お、お待ちしてます。6位はキチネさん、7位はサトルンさん、8位はロックオンさん、押すしかないやん。9位はメガバイトさん、10位はエビスさん、とりあえずサイヤンしかしか、11位はリンさん、寝るだけイエーイ、12位はミツルンさん、13位はせいちゃん、ありがとう、久しぶり、ありがとう。ベレー帽のおじさん、よっちゃん、いなっちさん、パトさん、りょうさん、ありがとうございました。ちくわドーナツさん、かめさん、大西くん、おらんげさん、ひら兄さん、くにひこさん、チョラッペさん、かにみそさん、しんじさん、まいせんさん、キリーさん、コロスケさん、チャッキーさん、ケンタロウさん、34位がタカヒロさんでした。おめでとう、いいことが起きるでありましょう。トムナカのヒロさん、ベレボーのおじさん、ケンタロウさん、タカヒロさん、いいいい、ではでは、ありがとう。ちょっとミクチャの準備をしようと思います。9時、ん？あ、10時からなので、22時から、もうあと10分後ぐらいからしますのであ、できた？右上ボタン、そう、ありがとう。
またね。お疲れ様。カラオケ配信するぞい。あ、そうそう。僕隊もの公演の、受付も始まった。じゃあねー。